MLB オールスターゲーム、日本時間17日、テキサス州アーリントン、グローブ・ライフ・フィールド。MLB オールスターゲームを前に出場する選手が登場する恒例のレッドカーペットで4年連続4度目の出場を果たしたドジャース・大谷翔平、30、和真美子夫人と登場した。気温34度のテキサスで茶色のスーツ姿、そして裏地には愛犬。 デコピンのイラストが描かれたオーダーメイドで登場。ファンの前に現れた大谷は白のドレス姿のマミコ夫人をエスコートした。2人で会話しながら手をつないでレッドカーペットを歩いていた。現地の中継局のインタビューでは、自分の愛犬の色で、裏には愛犬が描かれていますと笑顔で答えた。今季は楽しんでいるかと聞かれ、街自体も好きですし。 ロジャースタジアムも大好きな球場の一つなので毎日すごい多くのファンの人に入ってもらって毎日楽しんでますと話した今までの最高の瞬間を聞かれると1つに絞るのは難しいけど WBC は特別な思いが強いので今年それを超えるようなシーズンになれば素晴らしいんじゃないかなと思います今季は DH だけで何か感じることはと問われると振る制限だったりとか例えばあまり振りすぎないように それは体の負担もそうですし、実際にリハビリをやる余力というか、スペースを残しておかなきゃいけないので、逆に時間がすごい余るなっていう難しさは逆にあるかなとは思いますとコメントした。今季注目のルーキー、ナ・リーグ先発の P、スキーンズ22、パイレーツについては、1打席目はミットに収まってから振ってるような感覚だったので、ホームランの打席は適当に振ったら当たりましたと答えた。 34本塁打で両リーグホームラントップのヤンキースの A。ジャッジ、32はグレーのスーツに黒のシャツで登場彼女がファッションセンスにうるさくて彼女に合わせてるよと答えていた。前日のホームランダービーで優勝した T。ヘルナンデス、31、ドジャースは夫人がコーディネートした緑のスーツ姿で現れた。今永翔太30カブス 和ンのジャケットに白のシャツ姿で堂々と歩いていた。今季発祥、2杯のルーキーに同じなリーグのキー。アロンソ、29、メッツ、は、今永とぜひ話したい。